神道の心を伝える中級修身コースに入会しませんか？中級修身コースになると、ご自宅や通勤中にいつでもどこでも古事記オンライン講座を受けることができます。古事記オンライン講座では、古事記上巻、神代の時代、天の御中主から神武天皇即位までの物語を動画や図解を使って簡単にわかりやすく学ぶことができます。またリアル講座では伝えていない古事記に登場する主要な神様以外の神様もたくさん登場します。さらに神道の心を伝えるのコラムをプロのナレーターに読んでいただき、音楽をつけた音声ガイドで繰り返し聞くことも可能になりました。2月11日日本建国の日。これは2675年前初代天皇が即位した日である。またこれまでお話を伺った神主さんの貴重なインタビュー動画も豊富に揃っております。だから神話というのは単なる過去の物語、祖先が考えておった物語ではなく、現在そして未来に照らしてくれる、大切な精神的な文化遺産だと思います。1年間を通してその農事に関してですね、神様と私たちがね向き合って成功するようにこうご祈願したものなんですね。神主になる前のね、私はそう考えていたからね、その祈るということもね、あまり重要ではないということよくわかるんですよね。いや、神主になってからやっぱり祈るってことは大切なことだと思うね。中級修身コース、これだけ揃って、さあ中級修身コースに入会して古事記の語り部になりませんか？収益は神道の普及活動に充てさせていただきます。皆様のご支援よろしくお願いします。